はい、こんばんは、今日はもうノーカットで上げちゃいます。ツイッターを、やってツイッターのフォロワーを増やす、メリットと、方法についてお話したいと思います。で、まあ、ツイッターのフォロワーってどうやって増やすのとか、ツイッターやった方がいいのっていうのをよく聞かれるんで、もうそれに関してもう動画で一括で回答しちゃおうと思います。もうノーカットでいきます。はい、じゃあまずツイッターを、やるメリット、フリーランスと経営者がね、なんでやった方がいいのかというところなんですけれども、大きく分けて2つあります。で、1つ目は、インプレッションを稼げると。で、2つ目が錯覚資産を作れるというところです。で、説明すると、インプレッションを稼げるっていうのは、僕が今ツイッターのフォロワーが1万8000人ぐらいで、1万8000ぐらいで、ごときで言うなよって話なんですが、1万8000人いてもですね、やっぱ1回のツイートで、バズらなかったとしても、1万は固くインプレッションがいくんですね。だいたい1回のツイートで2万から、調子いいと6万7万とか、ちょっと拡散すると、たまに10万超え20万とかいったりするんですよ。で、これって結構すごいことでして、逆に言うと1日1ツイートするだけで、月に50万インプレッションとかは平気でいくし、2ツイートしたら100万インプレッションいくと。100万インプレッションのウェブサイト作ろうと思ったら何百万かかるのっていう、何千万下手したらかかっちゃうんですよねっていう、そういうメディアを自分で1個タダで作ることができるっていうのがツイッターの1個いいところですね。で、そのタダで作ったメディアに自分が出したなんかサービスだったり商品の広告を入れたら、その何百万、100万インプレッションとか100万 PV か PV のサイトに広告を載せるのに、ニアリーイコールっていうか近い効果を得られるんですね。だからめちゃくちゃ僕が今新しいサイトを作った時の初動はいいんですよ。それはなぜかというと、もう一定数ツイートするだけで、僕の出した宣伝広告っていうのが、クリックがもう担保されてきてるからっていうところなんですね。これはもうタダでできるんで、普通にやろうと思ったら広告費でどんだけお金がかかるんだっていうのをタダで、媒体を作れるっていうのがツイッターの良さです。なんで、要は広告費の削減になるよっていうところですね。はい。で、2個目の、メリット、錯覚資産を作れると。これもめちゃくちゃ大きな効果がありまして、錯覚資産っていうのは要はどういうことかっていうと、僕がたった1万8000人なんですけれども、ツイッター経由で僕を知って僕と会う人ってもうまるで超有名人と会うかのような感じで緊張されることが多いんですね。で、緊張されることはいいことかっていうと別にそうじゃないかもしれないんですが、僕経営者としてまだ全然ひよっこで、年商で言ったら今 6、7億ぐらいのペースで今多分売り上げあるんですけれども、たったそのぐらいの売り上げしかないのに、まるで100億200億いや1000億の社長と会うぐらいなんか緊張されるみたいな、そんな感じなんですよ。で、それってツイッターのフォロワーが多いっていうので勝手に向こうがビビるんですね。で、ビビるっていうのは言い方悪いんですけども、逆に言うと求人だったりとか営業っていうところにめちゃくちゃ効果的なんですよ。なんでかっていうと、じゃあ一緒に働こうよって言った時に、こんなすごい人と一緒に働けるのって、錯覚しやすいですし、普通に求人でなんか何でもするんで、下で働かせてくださいみたいな問い合わせもめちゃくちゃ来るんですね。こんな中小零細企業の社長ごときに、それってもうツイッターのフォロワー多いからなんですよ。だから勝手に大物って錯覚されるっていうのが、ツイッターのフォロワーが多い1個のメリットですね。で、もう1個は営業、僕の場合ウェブコンサルの仕事の依頼がどんだけ来るかっていうところなんですけども、ツイッターのタイムラインとか見てると、勝手に僕のマーケティングのやり方だったりとか、人間性パーソナリティだったりとか、どんなことやってるのかっていうのが分かってるんで、向こうも結構こう商談前からある程度こっちを知った状態で問い合わせが来ると。なんで、営業っていうところで言うと、営業っていうか営業工数がだいぶ削減されるんですね。仕事こういうのお願いしたいんですけどって時にもう自己紹介いらないんで、商談でその日に会って、初めて会ってその場でもうそのまま仕事が決まるっていうのは結構多くて、それはツイッターのフォロワーが多い錯覚資産によるもので、下手するとなんか鴨本さん仕事受けてくれるんですかみたいな感じで下から来られることもあると。僕からするといやいやお客さんなんでそんなってなるんですけれども、フォロワー増えるとなんかこういうことが起きるんだなっていうのはなんか肌感覚ですごい驚きましたね。はい。なんで、要はツイッターをやるメリットっていうのは、インプが稼げて、広告宣伝費が何するのも浮くよっていうのと、あとは、錯覚資産を得られるから求人と営業のところでかなり役に立つよと。もうそれだけでメリット超でかいんですが、
具体的にじゃあどうやって増やすのかっていうところを、説明していきたいと思います。で、具体的に増やす方法っていうのはまず結論ないです。ただある程度どういう考え方でどういう発信をすればいいかっていうのは分かると思うので、それを説明したいと思います。で、まずですね、考え方的に言うと、クリックかけるコンバージョンレートがコンバージョン数なんですよ。これ何言ってるかよく分かんないと思うんですけども、要はツイッターのフォロワーが増える仕組みって、誰かが自分のプロフィールにまず入ってくるんですね。フォローしてない人、新規の人が自分のプロフィールに入ってくると、これを自分のプロフィールをクリックされないと基本的に入ってこないんで、まず100人じゃ入ってきたとすると、100人入ってきて、その100人のうちの、まあ、10% がフォローしてみようって思ったら、10人のフォロワーが増えると。なんでこのフォロワー数っていう最後の数字を増やすためには、クリック数とコンバージョンレートどっちも上げることでフォロワー数っていう最終的な数字が大きくなるんですね。なんでここを切り分けて考えるっていうのがすごくまず考え方として大事です。じゃあどうやってクリックを増やすのか、要はどうやって自分のプロフィールへの来訪者を増やすのかっていうところなんですけれども、一番いいのは当然なんですけども、自分のツイッターがバズることなんですね。だからよくなんか何万リツイートとかすげえバズってのが自分のタイムラインに流れてきて、でこの人どういう人なんだろうって自分がその人のプロフィールを覗きに行くことってあると思うんですよ。この覗きに行った時に、まあ 1% なのか 10% なのか分かんないですけど、その覗きに来た人の何パーかが自分の、フォローにつながるんで、まずバズらせるっていうのが一番手っ取り早いですね。ただまあバズらせるってなかなか難しいので、どうやってバズらせるかっていうので言うと、まあ、基本的にバズるツイートっていうのは、まあ、あるあるネタか、まあ、網羅している情報のどっちかが多いですね。他にももちろんあるんですけども、なんかあるあるネタ、なんかみんながこうモヤモヤしてることとか、なんとなく思ってたけどなんか、言葉にしたことはなかったみたいなところを言語化する能力に長けている人が文章できちっとこうまとめると、それが言いたかったんだって言って拡散すると、まあ、共感を生むとね、リツイートとかされやすいですね。であとは網羅性があると、なんか例えば、新宿にある〇〇のお店はこの5つしかないみたいな感じで5つポン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 ってなってると、あそうなんだみたいな、一応これいつ使うか分かんないけどとりあえず有意義そうだからって言って錯覚して人はなんか拡散とかすると。だから網羅性と、まあ、その共感性みたいなところが、まあ、バズる一つの、まあ、共通点ですね。あとは行動テクニックとしては、まあ、ちょっと過激なこと言うんだけど隙を残しておくみたいな、そうすると、まあ、要は、漏れなく全て例外なくこうですって言って、でも実は例外があるみたいな、でもその例外あるの知ってるんだけど例外ないですって言うと例外もあるだろうって言って引用リツイートとかで、まあ、炎上っぽい感じで拡散すると。なんでそういう感じでちょっと隙を残した上でなんか物事を強く言い切るとバズったりすると。ちょっと高等なテクニックっぽい感じになっちゃうんで、まあ、バズらせるっていうのは基本的には、まあ、うまくバズったらいいよねぐらいに考えておいてください。でそれ以外で言うと、まあ人のプロフィールを覗くときってどういうことか、どういうときかっていうと、まあ、例えば自分のツイートになんかいいねをなんか知らない人からついてたりとかすると、まあ、あ誰だこの人って言って覗きに行く確率が上がるので、まあ、手動でアナログのやり方なんですけども、片っ端からいろんな投稿にいいねとかしていくと、まあ、自分の、プロフィールに入っ訪れてくれる人が一定数いるかなと。あとはリストなんかリストに追加するってフォロー以外でもできると思うんですけども、まあ、僕がよくされるの、僕はやったことないんですけども、なんか会ってみたい人とか、自分が尊敬している人リストみたいな感じでリストの尊敬している人リストに追加されましたみたいな通知がよく来るんですけど、それ入れられて今嫌な気持ちする人はいないと思うんですよ。でそれ入れられたらなんかちょっとその自分のことを尊敬してくれてるんだと思って、まあ、フォローその人もしたくなるみたいな人間の感情が働くんで、逆に言えば人間はその単純なんで、そういうリストに入れてあげると相手はなんかフォローしてくれる確率が上がると、まあ、これもちょっとアナログなやり方なんですけども、いいのかなと。であとは有名人インフルエンサーとか、まあ、要はフォロワーが多い人の投稿に対してなんかリプライを送ると、リプライだからその人のインフルエンサーのツイートをクリックして詳細表示するとその下にバーってこう連なってると、一番上になると、まあ、
一種その人のインプレッションと同じほぼ同じインプレッションを稼げるようになるんで、まあリプライしてなんかいいねとかいっぱいすると優先的にこう上に上がったりするんで、そのリプライ作戦っていうのはちょっとこびてる感じで、まあダサいっていう意見もあるんですけれども、あのうっかりねそのリプライだけじゃなくてそれに対してインフルエンサーが返信したりとかリツイートしたりとか引用リツイートとかすると一気にアクセス数が稼げることができると、あと自分のプロフィールにたくさん入ってくるんで、まあフォロワー増えるんじゃないかなみたいな感じですかね。うん、あとはまあツイッター内の検索、なんか人を探すときに検索とかするときってたまにあると思うんですよ。で、まあ、一番フォローが増えやすいのは総合フォローって書いておくとですね、まあ、世の中総合フォローっていうアカウントがいっぱいあって、要はただただフォロワーを増やしたいやつがあの総合フォローって入れておくとお互いフォローし合いましょうみたいな感じのなんか変な気持ち悪いやつらがいっぱいいるんで、まあ、自分もちょっとプライド捨てて最初の方アカウント作りたての時はなんかそういう相互フォローとか確かプロフィールに書いて、で相互フォローの人からフォローされたら、まあ自分もフォローし返すみたいな、まあ、僕はフォローし返さないっていう最低のやつだったんですけども、そんな感じで あんま意味ないんですけどフォロワー数を一定数増やしていたと。まあこんな感じで、まあとりあえず自分のプロフィールに入ってくる人っていうのをなりふり構わず増やすと。で入ってきたとしても自分のなんかタイムラインが全然魅力的じゃなかったら入ってきてそのまま直帰して変えられちゃうんですよ。だから直帰して変えられないためには、あなんだこの人のタイムライン面白いと、もし最新作が出たらそれを見たいって思わせると、フォロワー、まあ、コンバージョンレートが高くなっていくんですね。じゃあどうやってコンバージョンレートを高くするかっていうところなんですけれども、まあ、まず一番大前提としては、当然この人の最新作を、まあ、見たいと思わせることなんですけども、具体的に言うと、まあ、やっぱりブランディングが大事です。でどういうことかっていうと、入ってきた時にこの人はどういう人だっていうのを丸々な人で頭の中にこう植え付けられるぐらいシンプルなブランディングが大事です。でやっちゃいけないのはすごい怖いこと言うんだけどたまに優しいことを言う人みたいな、そういうなんか繊細な自分を表現しようとするとツイッターでは伝わらないんですね。だから基本的に幼稚園生相手にするぐらいに分かりやすいブランディングじゃないと人にはなんかこう印象に残らないので、まあだからシンプルになんか分かんないけど焼肉についてひたすら投稿し続けてる人っていう印象を与えるとか、ひたすら辛口でいろんな人の悪口を言ってるアカウントみたいな感じでブランディングがこう意識してるといいんじゃないかなと思います。で、じゃあどういうブランディングのがあるのかっていうのを、まあ、これも抽象的にちょっと分けるとですね、まあ、面白い系の人っていうのと、まあ、ためになる系の人っていうのと癒される系の人っていうのがやっぱ伸びやすいんですよ。で面白い系の人ってどういうのかっていうと、まあちょっと冒頭の方でも言ったような感じで、なんかこう前の人がなんとなく思ってることを言語化しちゃうと、これがやっぱ一番こう的確にバズるんですが、まあ、ちょっと多少頭良くないとできないと、センスがないとできないんで、まあ、誰でもできることではないと。でためになる系もやっぱり重要があって、ためになる系ってどういうことかっていうと、まあ例えば新宿にある Wi-Fi が使えるカフェはこの5つとかって調べれば誰でも分かるんだけれども、調べてまとめてくれると超助かるみたいなやつとかはやっぱりとりあえずこの人すごい有用なことをつぶやいてくれるんだって思わせることに成功するんで、ためになるっていうブランディングが成功しやすいと。で最後に癒されるっていうのは、まあ、ちょっとこれあんまりフォロワーそれで増えても意味ないんですけど、まあ、猫の動画とか犬の写真とか赤ちゃんとかそういうのは、まあ、癒されるから好きっていう人が一定数いるんで、まあ、フォロワーは伸びやすいよねと。なんで、まあ、おすすめで言うと結局さっき言ったためになる系、これは正直誰でもまあ自分の手を動かしてリサーチすればできるようなことなので、まあ、おすすめです。はい。で、あと、まあコンバージョンレートを高めるためにこういうのをやった方がいいっていうのが今のお話なんですけども、逆にやっちゃいけないこともあって、それは何かっていうと、まあ、リツイートとか宣伝を、まあ、多すぎるっていうパターンですね。リツイート宣伝が多すぎると入ってきた時に、まあ、フォローする気が失せるんですよ。だからなるべくオリジナルのコンテンツを発信するっていうのがすごい重要で、リツイートばっかしてる人っていうのは絶対フォロワー増えないので、あんまりこうリツイートばっかするのはやめましょうと。はい。で、まあ、そんな感じでコンバージョンレート、自分のタイムラインは LP だというふうに思って、ちゃんとこう綺麗に整えましょうというところで、で最後ですね、そのフォロワー、いわゆる CRM みたいな感じになるんですけども、フォロワーの中でもですね、アクティブフォロワーとそうじゃないフォロワーっているんですよ。
で、どういうことかっていうと、まあ、自分のフォロワーが仮に100人いたとして、自分がツイートしたら100人全員のタイムラインに出るかっていうと出ないんですよ。で、なんでかっていうと、そのフォロワーの中にも、あのフォロー、あんまりフォローしてる人、なんか1フォロワー、あ、ごめんなさい、フォロワーの中にも、まあ、なんだろう、細々とやってる人もいれば、なんか1万人とかいろんな人をフォローしてるやつもいるんですよ。この1万人フォローしてるやつのタイムラインってどうなってるかっていうと、1万人のツイートが全部表示されてるわけじゃなくて、そいつの中で興味あるやつのツイートしか基本的に投稿され、あのタイムライン表示されてないんですよ。だからそういうその人にとってプライオリティが高い人間に自分がならないといけないんで、じゃあどうやってプライオリティが高くなるかっていうとですね、あの要は、その1万人フォローしてる、例えば A 君がいたとしたら、 A 君がこうずっとタイムライン見てるときに、あ、なんだこの投稿って言って一回クリックしてプロフィールを覗きに行ったりとか、いいねをつけたりとかリツイートしたりとかってすると、 A 君にとって、まあ、自分はプライオリティが高い人間って Twitter が認識して、 A 君のタイムラインに僕が優先的に表示されるようになるんですね。で、逆になんか僕はなんかあの雑なツイートとか適当なおはようとかそんなツイートしかしてないと、ほぼもうのスルーされちゃうんですよね。で、スルーされ続けてると、ツイッターが A 君にとって株元はあんまり重要じゃないって認識して、最終的にどうなるかというと、ほぼ表示されなくなるんですよ、 A 君のタイムラインに。なんで A 君のタイムラインに表示されなくなると、 A 君にはフォローされてるけど実際はあの表示されないっていう、まあ、仕組みになってしまい、あの100人いるフォロワーのうちのアクティブフォロワーがそれによってどんどん下がっていくと、結果どうなるかっていうと、あのさっきのバズっていうのは、バズるっていうのは自分のフォロワーが動線なんで、あの着火剤になるんで、自分のフォロワーにほぼ表示されてないことになると、もうバズりようがなくなっちゃうんですね。なんでなるべく自分のフォロワーのアクティブフォロワー率は 100% にすることを心がける、意識する、志すっていうところをすると、まあ、コスパよく、あの少ないツイートでも拡散しフォロワーが増えていくっていう、まあ、そういう流れになっていると。なので、まあ、最後にまとめるとですね、なるべく無駄なツイートはせず、リツイートとか宣伝ばっかりせず、なるべくあのエンゲージメント率が高くなるように、エンゲージメント率の高いツイートだけをするようにするっていうのがツイッターのフォロワーを増やすコツで、それによって増えると結構いろんなビジネス上のメリットがありますよというお話でした。はい、ひたすら一人で喋りました。ありがとうございました。